どうもロッチュー TV です、皆様明けましておめでとうございますということでね、本日はこちらででん、はい、こちらですね、福袋、こちらの方を、2019年の運試しも兼ねて開けていきたいと思います。今回開けていく福袋はですね、秋葉原のレトロゲームショップの福袋のスーパーファミコン、こちらを開けていきたいと思います。2万5000円の品がね、1万円ということで、1万円の福袋を開けていきたいと思います。カメラ転換、ちょっとコスプレはね手落ちなんで気にしないでください。で、これね、箱説明書付きのかなり大きい福袋になってます。じゃあ早速開けていきたいと思います。いや、 やっぱりね、スーファミといえば完全に私スーファミ世代なんでね、どんなソフトが入ってるのかかなりワクワクしながら開けていきますが、いやー、どうなんだろうな。ていうか2万5000円相当の品っていう風に書いてるんだけど、2万5000円分もするスーファミソフトってあんのかっていう形で、なんか超レアなものが入ってればそのくらいしそうなんだけど、なんか安いやつだったら本当に100円とかでも売ってそうな気もするから、いや、これ当たりがまず入ってんのかなっていうね、問題がありますけど、まあ、箱と説明書がついてるからなんかその分価値が上がってる形になるのかなとは思うんだけど、よし、さあ何が入ってるんだろう、開けていきます。なるほど、箱が入ってるわ。じゃあそれじゃあね、マジで本当に2万5000分入ってるのか。で、1万円は払ってるから1万円分をソフトが入ってたらいいなと思いますけども。さあ、1本ずつ行きましょう。なんかね、ただまあ値段だけじゃなくて、懐かしいソフトが入っていたら、全然自分的にはいいんですけどね。さあ、まずは1本目。じゃらん。あ、ロマンシングサガ。ロマサガですね。しかも1。ロマサガは、今ですね、自分このゲーム、スマートフォンで、ロマサガリユニバースっていうのをやってるから、これやってもいいかな。RPG 計画のフリーシナリオシステムを導入。ワンだね。これやったことがない。で、箱の状態も結構いい。値段とかはちょっと後で調べて、ちょっとここら辺に書いておこうかなと思います。どっかに字幕で入れていきたいと思う。一応こういう風にソフトの状況も見れて、いくらするんだろう。あんまり焼けてもいないね。説明書とかも入ってて、あ、こういうことか。結構これいいんだな、状態は。結構状態はいいやつなんだね。あ、めっちゃいいくない状態。はい、ということで1本目はロマンシングサガ1でした。ロマンサガが1本目か。いやー、これは結構嬉しいし、なんかね、面白そうなソフトがあったらやってみたいと思います。実況でね、ゲーム実況で。ロマンサガは結構いいかもしれない。箱の状態もかなりいいな。さあ、2本目は？デレン！マジで？あ、これなんか重ねてきたね。ロマンシングサガ2。え、これマジで言ってんの？ちょっとでも嬉しいな。今ロマサガちょっと嬉しい。七英雄の伝説。数多くの悪しき魔物たちを倒して世界を救い、その後どこかへ消えていった七英雄たち。いつの日かこの世界に混沌が訪れるとき、彼らは再び現れ世界を救うであろう。そして彼らは現れた。だが大いなる時の流れの中で帝国統一を目指せ。ロマサガシリーズ入れてきたね。これもいくらするんでしょうか。値段は分かんないんだけど、まあこのね、さっきも言ったようにロマサガリユニバースっていうアプリを今やってるから、ありっちゃあり、まあ状態やっぱり悪くないですね。はい、ということでね、いや、これはまさかの被せてきた。ロマサガ2でした、2本目。はい、ということで3本目いきます。デレン、あ、スーパーマリオワールド。あ、これなんかすごい値段は結構しそうな気がする。スーパーマリオワールドですね、3本目。
これはね持ってた、やってました。当時スーパーマリオワールド、そして舞台は恐竜ランドへ。まあ、スーパーマリオはねファミコンでもやってて、マリオ3とか初代とかスーパーマリオファミコンでもやってたんだけど、やっぱり俺の世代だと、まあ、昭和生まれなんですけど、俺の世代だとやっぱりスーパーマリオワールドが一番やりましたね。なんか弟とやりながら 2P プレイもできて、なんかマリオとルイージで交代交代みたくやったりで、あのスイッチを押してね、あのブロックを最初黄色スイッチか何スイッチか忘れたけど足場を作ってって進んでいくみたいな。マップ上にも仕掛けがいっぱい、恐竜ランドで来てる。これスイッチのことだよね。ここの上にスイッチがあって、このスイッチを押すとピル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 ってなって足場ができて、行けないところに行けるようになるみたいな。いやーこれは懐かしい、スーパーマリオワールド。あ、嬉しいね。まあこれはスーパーミニに入ってたっけな、ちょっと忘れたけど、まあ懐かしいね、かなり懐かしい。ということで3本目はスーパーマリオワールド。さあそして4本目、じゃらん、ドラゴンクエスト3、そして伝説へ。まあ、ドラクエ3もねやりましたね。リメイク版を最近やったのかな、プレイステーションで、プレステ4でドラクエ3やりましたね。それのスーファミ版ですね。ドラクエ3は、ファミコンで出てるから、これもリメイクですね。スーファミ箱の状態かなりいいけど、これ結構いい値段するんじゃないの、ドラクエ3とか。まあリメイクだからどうなんだろうねってことか。いや箱とかめちゃくちゃこの傷とかがなくて状態がすごくいい、ドラゴンクエスト3。まあこのねパッケージのね、まあ、3に関してはこの、まあ、職業いろいろ選べるから、このねパッケージ見てるだけでもいいよね。遊び人とかこういう風になってたりさ、バニーちゃん賢者でしょ、まあ、賢者とか最強施設とかなんかあったよね。あの TA では何が強いみたいのがあったりして、イラスト見てるだけでも結構ワクワクするわ。これも結構当たりな気がします。状態もかなりいいですね。ということで4本目がドラゴンクエスト3。5本目、デレン、スーパーマリオカート。マリオシリーズ来ましたね。スーパーマリオカート、マリカー、マリオワールドとマリカーを合わせてきたな。マリカーも当時やってたな、友達の家に行ったりしてかなりやり込んでた気がします。いやなんかね、クッパとドンキーコングがマジで強いみたいな。初代マリオカート64バージョンとかも結構ねやってたけど、初代も結構やってた。風船バトルとかもある。まあでもなんかパッケージ見るとねすごい懐かしいよね。マリオシリーズ重ねてきましたね。ということで、4本目、5本目はスーパーマリオカート。マリオ2本に RPG3 本、結構なんか偏ってるな。 RPG とマリオボックスみたいな福袋になってる。残りがですね 1,2,3,4,5、 あと5本、10本入ってるわ。ということでさあ行きます。次が6本目、じゃらん、少年アシベ、ゴマちゃんの遊園地大冒険。これ知らないな。少年アシベ自体は知ってるんだけど、スーファミであったんだ少年アシベって。へえ、ゴマちゃんの遊園地大冒険、これはやったことないし見たこともない。結構レアなソフトじゃない、わかんないけど当時は見たことがなかったな。へえ、なんかねクレヨンしんちゃんのゲームボーイのゲームとかやったら結構やってたんだけど、あとはなんかワギャンランドっぽいのかな、なんかアクションゲームっぽいですね。ということで6本目は少年アシベ。さあ結構もう折り返しきましたが、次が7本目、7本目はこちら、じゃらん、スーパードンキーコング、ゴリラですね。まあこれはね持ってました当時。まあ、ドンキーコングはねマジで名作で、特に音楽がいいんだよね。レア社だっけな、レア社のあの音楽、この作曲してる人がすごい独特な曲をゲーム内で、作曲してる人で、めちゃくちゃ神曲とかがあって、1かな3かなわかんないけど、トゲトゲタルメイロとか名曲がいっぱいあるゲームで、あとはねゲーム内容、あの 100% まで活かせるのがすげえ難しいゲームだった気がする。当時かなりやってた、弟とかともやって、なんか 100% にはしてなかった気がするけど、まあ面白いゲームですね。ということで、7本目が、スーパードンキーコング。8本目か、あと2本。
さあ8本目こちら、じゃらん、スーパープヨプヨ2リミックス。あ、プヨプヨ2ですね。プヨプヨ2も持ってた気がする。プヨプヨはなんか1とか2とかあって、まあ、2が名作だった気がする。2はなんか対戦で邪魔プヨを送れるようになってて、あ、ここにあるな。結構ゲーム性がガラッと変わって、2が一番流行ったプヨプヨな気がする、当時スーファミで。今もね、プヨプヨ e スポーツとかあって、プヨプヨの e スポーツ化も進んでるから、まあ、結構ね、まあ、値段はちょっとわかんないんですけど、昔もやり込んだなっていう懐かしいソフトです。プヨプヨ2リミックス、あと2本あります。さあ何が来る。9本目こちら、じゃらん、ヘラクレスの栄光、神々からの贈り物。何これ何これ、全くわかんねえ、見たこともねえ。データイースト株式会社ってなんだろう。これは何、これは本当に初めて見た、聞いたこともないな。かなりレアな気がするんだけど、ヘラクレスの栄光、神々からの贈り物。人間の運命を司る神モイライは悩んでいた。そう遠くない未来、すべての人間の持つ運命の糸がすべて断ち切られてしまう、断ち切れてしまうことについての苦悩であった。なん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 、彼には体がなかった。人間の運命と自らの肉体を求め、彼の冒険は始まる。楽しい仕掛けが目白押しの抜群ロールプレイングゲーム。ロープレなんだ、初めて見た。なんかファミコンだったら10米クエストとかやったことあるんだけど、これは初めて見ましたね。ヘラクレスの栄光、これはなんかもう高いのか安いのかもちょっとわかんねえ。スーファミマイスターの方、これ高いのかなんか当たりなのかな、ちょっと値段は後から調べて字幕で出しておきます。さあということでね、もうラスト1本になりました。いや、これで1万円分あるのかちょっとわかんないんだけど、さあラストのソフト、さあラスト締めくくるのはこちら、じゃらん、ダライアスツイン。あ、スーファミにダライアスってあったんだね。ダライアスツイン、遥かな時を超えシルバーフォークが発信する。ダライアスは懐かしいね。ダライアスはね、ダライアス2っていうのを、ダライアス2かダライアス2外伝かちょっと忘れたけど、俺セガサターン派だったんだけど、ダライアス持ってた。セガサターンかな、メガドライブじゃないはず。まあ両方ハード持ってたんだけど、そのセガサターンでダライアスをやってた。で、なんか面が分岐してって、最初 A から始まるんだけど、上に B に、B 面に行くか C 面に行くかみたいになってって、こうなんかね、ピラミッド状にこう、網だくじみたくね、網だくじじゃないけど、A から B、C に行く。で、D、E、F、G、面がなんかこう分岐していくっていうダライアスをやったことがあって、それは結構やってた。なんか全クリとかは難しくてできなかった気がするんだけど、スーファミでもダライアスがあるんですね。まあ言わずと知れた名作シューティングゲーム。あとゲームセンターで G ダライアスっていうのをなんか後ろから見てて、すげえかっこいいなと思いながら。ダライアスはね、すごい好きです。なんで。このね、スーファミのダライアスやったことないんだけど、いやー、これもなかなか懐かしさがあるソフトですね。はい、ということでこういう形になりました。福袋10本、箱説明書付きのソフトですね。まあ、箱説明書が付いてるから結構その中古価格だとしてもなんか結構ブレがありそうで、値段的な面ではちょっとスーファミマイスターの皆さんどうでしょうか、この福袋。一応ですね、25,000円相当の品が1万円っていうことで、1万円払ったんだけど、当たりだったのかって言われると、まあ、自分的には、今やってるロマサガが入っていたり、あとはちょっとこのヘラクレスの栄光とかよくわかんないけど、まあ、RPG 多め、ドラクエ3もあって、っていうところから、懐かしいマリオ、そしてドンキーコング、押さえていて、自分的にはね、結構ね、開けてみて、楽しめそうなソフトがいっぱい入ってて、よかったです。まあ、値段的には箱と説明書の状態とかで、上下してきそうなんで、結構開けて楽しかったですね。懐かしいソフトも入ってて、スーファミマリオだったり、ドンキーコング、ドラクエとか、ほんと懐かしくて、まあ、ぷよぷよもね、やってたし、懐かしいソフトがいっぱいで、楽しめそうでした。ということでね、新年初めての福袋、スーファミ福袋ということでした。まあ一応ね、
プレイステーション福袋とプレイステーション2福袋もあるから、まあまた次の動画で開けていきたいと思います。ということで、ご視聴ありがとうございました。よかったらチャンネル登録とかもしてってください。それではまたな、バイバイ、お疲れ様です。